レンさんがリベンジに参加すると思うと、俺は若くるあ,あ、レンのね。レンの加入はでも本当まだ決まってないですよ。レンの加入どうやって決まるかっていうのは、まあ今後出る動画、1、2本後かな。その動画で、まあ、み、皆さんが決めることになります。初の試み。レンの加入がどうして必要なのかっていうのを、まあリルさんに話してる動画が今後上がるんで、それをみんなが見て、あ、これはレン君入れるべきだと思うか、 なんかね、まあ、その動画の中で語ってると思うけど、ウィナーズの方で、なんかこう強引な加入っていうか補強みたいなのがあって、それがファンを置いてったみたいな形になったから、そういうのでしっかりね、ねあのリュウさんと話して、じゃあファンの人に決めてもらいましょうと。リベンジャーズってサポーターが作るチームでもあるから、だからどうなるかはわかんないですね。みんな次第だから、まあ僕の主張とか、まあ選手たちの、まあ、 気持ちも入ってるの。まあ、まあ、僕はその、ねをね、あの、雑に入れるっていうのだけはなしだと思って、まあ、キャプテン陣とかに話し通してみたいな、そういうのとかいろいろやったんですけどね。リベンジャーズの動画見ましたけど、最後のインタビューで弱気ザフットボールになったし、ねああいうのあったほうが盛り上がる人だって。<laughs> レンユーチューブ始めたら、リベンジャーズ絡みは全く関係ないですね。なんなら、あの、レンは、リベンジャーズは好きだし、 俺のこと好きかはわかんないけど、まあ僕にはまあ頼りにされてる実感はあるでしょ。なんだけど、あのチャンネル、デンのチャンネルをやってる、いつきっていうスタッフの子が、レン、リベンジャーズ入れるといいっすねっていう風に祈ってるっていう。<laughs> 一番関係ない子は一番リベンジャーズ入りを熱望してます。だからあ、僕とリルさんとか新井さんのこの会議を聞いて、聞いた上でみんながどう思うかって話ですね。 でもあの動画もおもろかったっすよ。なんかこう、お姉加入をどうするかみたいなああいうふうに予告で入ると思ってなくて。で、あのー、ルチョ君とアセイ君にレン入れようと思って、あのー、第一候補はレンにしようと思ってみたいな言ったじゃん。って時の、なんか、姉の素材がなかったから、合宿の時に来てるレンのなんかこう、何にも思ってないこの、<laughs> 1ミリもそんなことよぎってない、のんきな顔ね。あれもおもろかったっすよ。 こういうふうになると、レンがね、なんか、神がかった全てを変える男みたいになってるけど、まあ、その、回避とかでは言ってるんだけど、そういうハーランドみてえなやつではないです、全然。リサンドロ・マルティネスに近いです。天白にはリサンドロ・マルティネスが必要でしょ設計図を知ってるって意味で。内側で設計図を説明してくれる子が欲しくて、で、 レンは、その、なんかす、すごい、コーチで来てる時も、リベンジャーズみんなのことサポートして、僕の練習とかもサポートして、ね、あの、誰か怪我した時に代わりに入ってとか、そういうのしてたんだけど、レン自体に、リベンジャーズいてくださいっていう風に言われたことは一回もないっていう。それはリベンジャーズ愛がないとかじゃなくて、自分なんかがそんなとこ入るっていうには全く思ってないんです、あいつは。それはリスペクトもあるし、あいつ自身がそういう有名になりたい欲とか全然ないから。 これはもう完全にあれですね。僕が必要だからみたいな感じですね。でもみんなの目の色変わってます。やっぱり新加入選手増えたから、ちょっとこのままだと出られなくなるかもしれないと思って、みんなそれぞれがこう、熱を帯びてる感じがありますね。そういうのは大きいかなと思いますね。今まで生配信で連絡入れるかもく,く来てました、た内心ドキドキしちゃう。いや、全く <laughs>、言わなくてもみんな言ってくれてることありがたいぐらいの感じでしたね。僕、自分だけが、 まあ、みんなの中でもこの子入んないかなって思うような。で、まあ、たまたま入れてたかもしれないですスタッフさん的にもね、あの、普通にレンが練習の中で活躍してるシーンとかも結構入ってたりするじゃん。あの合宿の時とか。あれ、多分編集してる時ぐらいにそういう案で言ったから。何より貢献度ですよね。ただ単になんかこう、そこそこ人気ある子とか、そこそこ実力ある子入るのはあれだけど、しっかり貢献してますからね。 だってリベンジャーズの合宿にああのあれコーチで来てたじゃん。あれも友達と遊ぶ予定とか僕にキャンセルさせられて来てますからね。お金を出すから来てって言って。ね、そんな高岡にじゃなく普通に宿代とかそういうのですけど。友達とご飯食べ行く予定だったんですけど、ね、そこをなんとかっつって来てもらってますから僕。で、小箱に暇ですね、いじられて。ちょっとちょっと言って。で、一緒にベンチで見て。 ドッキリ家族の2人がレンとこう可愛がってくれるから応援してみたいな。チーム内で競争する大きなケンゼルじゃないだからあのレンがありがたいのはそのリベンジャーズでたくさん試合出たみたいて、まあ、それは選手だからね、そこのフライドとかそれはあるだろうけど、事情分かって入るから、自分が使われないのが一番いい状態だっていう風にレンジで分かってるから、だいたい金曜が多いんですよ、リベンジャーズの試合で。で土日週わり試合あるから、まあ、僕としてもできることならレンは使いたくないですからね。 そんな時に他のインフルエンサーの子たちとの圧力もできにくいっていうのはいいですよね。うん <music>